おはようございます。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 ジャパンキャンピングカショー2024。それで11時開始ですが、ただいままだ10時でございます。行ってみたいと思います。レッツゴー、行くぜ行くぜ、ありがとう。昨日まで3月だったのに今日から2月。寒い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 。どうよどうよ、寒い寒い寒い。まだ暖かい。え、寒い寒い。ちょっとだけキャンピングカーこういっぱい来ております。はい、10時でこの感じでございます。今日は金曜日なんで少し少なめやと、はい、まさか初日なんでね、はい、結構器物は初日皆さん来らっしゃいますので多いかと思いますので行きましょう。このチャンネルはココイさんとひょうきん夫婦がキャンピングカーで旅する動画です。チャンネル登録お待ちしてます。おこい、はい、カート軍団。カート軍団。はい、カート軍団。はい、今10時でございます。本日は11時会場なので結構空いております。ウィーッと行きます。ディーッと行きます。ディーッと行きます。ディーッ。はい、ニーヌちゃん、そしてコイちゃん、ここでございます。どう見てもいい女優、会場でございます。会場でございます。はい、お願いします。はい、あ、こんにちは。こんにちは。こんにちは。並びました。すごいすごい。あ、頑張りましょう。じゃん。はいはい、あ、こんにちは。こんにちは。おはようございます。おっとっとっと、はい、こう、はい、こちゃん、こっちゃでー。はい、じゃあ、解散。解散解散解散。では、我が家はまず、はい、ジェニージェニージェニー見に行きましょう。はい、たくさんの車が並んでおります。あ、これ何、ね、ドゥカチョ、ドゥカチョ、トーアモーターさんの方の、トーアモーターさん、ドゥカチョ、ドゥカチョ、ナッツと一緒、はい、ドゥカチョ。あ、ナッツと一緒なん？ナッツと一緒。そうなんや、うん、はい、ナッツさんと共同開発。さすが朝一番、空いてますね。空いてますね。ジェニーに行こうぜ、ジェニー。ジェニー行こう、ジェニー。インパさんに写真見てます。よし、今日赤子じゃないか。赤ね、よかったよかった。ホワイトハウスさんです。はい、こちらホワイトハウスさんでございます。あと、これでファーサーさんも見に来ます。なんてだってドゥカトがありますからね。2024年ニューモデルゼニアでございます。はい、ジェニー、ジェニー、ジェニー、やってきました。ジェニーでございます。じゃーん。ゼニア3タイプあるらしいです。はい、2024年ゼニア T タイプ、こちら T タイプですね。はい、 T タイプでございます。はい、はい、1375万円。高い。高い。 T タイプはこのような感じです。ございますね。はい、はい、こちら T タイプは、マルチルームありやね。はい、はい、こちらでございます。はい、こちらでございます、はい、おー、まず冷蔵庫でございます。こんにちは、中見せていただいていいって。あ、こちらのタイプですね、はい、ツインベッドの T。 なるほど。じゃーん、 ありがとうございます。ついてきて、あんまくじゃないか、温泉別なしもから、あ、こちら押して、はい、入って、あいつのタイプ見ましょう。なかなかいいね。なかなかいいね、やっぱり。値段も、お値段もいいですけどね。なかなかいい。後ろめっちゃ荷物が入ったよ。はい、こちらがジニーの何タイプ ？A タイプ。TL タイプですね。TL タイプ。はい。TL タイプです。あ、こちらマルチルームなしのタイプ。こちらマルチルームなしですね。実はマルチルームなしは我が家はもう検討除外なんよね。一応さらっと見とく。あ、いたいた。お、いたいた。こちらマルチルームなしタイプでございます。はい。はい、はい、TL タイプ、はい、広いですよ。あ、奥もよろしくございました。はい、奥もよろしくございました。その分広い中が。ああ、マルチルーム、こういうタイプね。はい、こちら。はいはい。感じでございます。中見せてもらっても大丈夫ですか。はい、お邪魔します。はい。あ、こう、横タイプや、ベンチタイプ。横タイプいいじゃないですか、横タイプ。いや、ゴロゴロできちゃうわ。あ、あ、
ゴロゴロできちゃうじゃないか。はい、はい、順番待ってましょう。はい、はい、こちらでございます。 L タイプ、ジェニー L タイプでございます。はい、ジェニー L タイプ1375万円でございます。こちらはマジツルームあるタイプでございますね。あ、こっちあるけどベンチや、ベンチや、お前ベンチや、いいじゃないか。この代わり横ね、横ね、横ですね。次はどこですか。ベリーです。ベリーです。タコスさんですね。タコスさんのベリーでございます。はい、リアエントリーの、ハイエースベースですね。はい、ハイエースベースでございます。リアエントリーの、はい、ちょっと一周取ってきて。はい、発電機が入るボックスになっております。そしてこちらがマルチルームですね。こちらの車はベリー RE ガソリンの肉、712万8000円の車両本体価格で、この展示車の価格は735万6800円という車でございます。こちらエアコン標準装備ですね。そしてベースはハイエース、スーパー GL にもできるようでございます。全高が 2m60、 全長 4m99、 全幅 1m90 ですね。じゃあ中を見たいと思います。こちらリア、アボアのリアエントリーでございます。はい、入りましてですね、はい、こちらに電子レンジと冷蔵庫があります。おお、そしてこちらに傘立て、はい、傘立てですね、窓があります。そして家庭用エアコンに、はい、こちらは電気系かな、あ、そう、収納ですね。薄い収納や、こっちも収納、こっちも収納でございます。マルチルーム、そして鏡がついていいな。マルチルームが上がります。こちらマルチルーム、あ、ラップポン、あ、で外からアクセス、荷物置きもできるわけやね。そうやね。で、ここにギャレー、ギャレーです。で、ここ中納かな。あ、ここ水タンクや、水タンクでございます。あ、冷蔵庫か、ここ。そう、で、ここ収納かな。あ、ここあれや、ここなんかあれや、電気系が入ってる、走行充電かな、充電器が入ってる。で、こちら、ちょっとあれな、あ、こっち一人掛けなんや、ほんのここ広いんや。なるほど。で、ここが二人掛けの、あ、ここ普通に座ったら、ここぶた打ちます。あ、子供用シートだってんや。ここ座りますとですね、頭ぶつけます。よいしょよいしょ。ここは子供用になってまして、大人はこう頭が、お、頭、頭がぶつかってしまいます。あ、はい、ちょっとこうじんまりしてるね。ほほほほ、服一人がけやから、こっち二人がけやけど、うん、はい、そしてここちゃんとこうウォークスルーになっています。うまいこと作ってあるね。そしてここちゃんと上にベッドが、はい、ありますので、これをここまで引き出せて、はいはい、ここまで引き出せてベッドになる感じやね。なるほど。で、ベッドになったらここの物を置いたりできるっていう。なるほどね。こんな感じでございます。そこにコンセントがあって、はい、こんな感じでございます。なるほどなるほど、はい、ちょっとなんか寝台特急チックや、寝台特急チックやね。はい、こんな感じ。おほほ、なるほどなるほど、こんな感じでございます。あ、ここからのハイエースベースでございます。よいしょよいしょ。そしてこちら、はい、よいしょ。こちらの車735万6000円でございます。はい、車両は710万2800円、あ、違う、712万8000円で、オプションいっぱいつけてるので735万6800円です。はい、こんな感じで、シート展開は
こっからこうなることね。はいはい、こんな感じでございます。次行ってみよう、ホワイトハウスさんのデュカト見てみようか。はい、ホワイトハウスさんのデュカトを見にやってまいりました、はい、こちらホワイトハウスさんです。じゃーん、ホワイトハウスホワイトハウスさん、あ、ポップアップデュカト、ポップアップしますね。はい、スカイルーフ、スカイルーフ、あはぁ、あはぁ、あ、下ほ、普通のあれなんや。あ、普通のデュカトなんや、中は。なるほど。それで、1,068万円。あはぁ、あの上で寝るって普通のデュカトなんや。あはぁ、あ、後ろはこんな感じ。おぉ、なるほどね。あれは、これは、こちらは違うね。ベローナ、ベローナ、はい、ベローナ。これは去年もあったんじゃん。あ、そうなん、うん、ベローナ、あこちらがホワイトハウスさんのベローナでございます。ベローナ、はい。そしてお値段がですね、ベローナはこちら、1,513万9,840円。これも肉かな、肉かな。あのティーザー広告でホームページで今年ジャパンキャンピングカーショーで発表って言ってはったのは、はい、あちらのトリノですか。はい、はははは、い、あ、あ、なるほど。この荷台が今回、こんな感じでございます、ね、運転席が回って楽しいと。そして後ろが2段ベッドの以前はステッパゴン の, あのポップアップのやつを、はい、乗せていただいて、ありがとうございます。こちら後ろ側ですね。はい、ここが2段ベッドになってての、ここがマルチルーム。おー、洗面所、おー、綺麗綺麗、こんな感じでございます。川みたいな。おー、かわいい。さすがホワイトハウスさん、おしゃれやね、やっぱり。おしゃれやね。おしゃれ。おー、おしゃれ。いい感じでございます。でここちょっと出てるよね。この分だけちょっと低く感じるわけですな。はっはー。いい感じでございます。はい、あ、またこのおしゃれな、はい、かわいい、あ、後ろに傘立てがついている。あ、後ろや、ほんまや。あ、こっから出入りすること前提なんじゃ。そうなんや。すごいおしゃれ、洗面台が。あ、おしゃれになってますね。よし、前行ってみよう。はい、はい、こちらトリノでございます。はい、じゃーん、高っ1,693万9,840円。たっかー。おー、こうなってます。あ、乗れませんね、はい、ちょっと前から失礼しますよ、はい、中身見せていただきましょう。はい、こんな感じでございます。はい、あ、セカンドシートがセパレート、はっはー。で、回転するとほー、で、後ろにリビング、こんな感じですね、はい、後ろリビングでございます。後ろがこんな感じのリビングでございます。そしてギャレ関係はもうちょっと後ろについてるわけですね。あ、テレビここや。なるほど。ここはなかなか、なかなかゆっくり乗れるタイプはね。ゆっくり乗れるタイプですね。ただびっくりするが高い。あの電動ポップアップルーフが180万です。ほんなら2階に上がれるの。そうそう、2階に上がれます。どこから上がるの。ここから上がるんじゃないかな。ポップアップルーフなどが高いんや。はい、あ、180万円の。それがオプションが付くんだよね、はい、ほんでやね。こうで後ろにこのギャレーがあって、あ、ドアもあって、マルチルームもここや。すごい隙間からマルチルームがすごい車を見つけた。こちらもデュカトベースですが、1,130万8,640円。はい、お名前はですね、なんとぴょーん、はっはー、なんて読むねろ。ク
クルーキャブテラス。クルーキャブ。なんと屋根がじゃーん、屋根がついてのそして後ろにテラスがついている。こんな感じでシネマルームになってます。ほー、こんな感じでございます。すごいなこの車。あのここがテラス。ここがテラス。そう、これが売りみたいな。で、そこはベッドになるのかな。いや、これでも中に入るみたいになるんかな、もうわからないけど。この車が見たかったね、はい、はい、この車が見たかったんですが、今回マニュアル実車はなしですね、はい、こんな風にですね、階段を上って、真上にポップアップする2階がベッドになるというね。残念でした。お値段は大体2000万円ちょいということでございます。はい、じゃあ次はどこへ。はい、次は A2Z さんに行きましょう。続きまして A2Z さんにやってまいりました、はい、お目当ては何かな。はい、スライドアウトのカムロードでございます。あ、出るやつね。出るやつね。おお、出てる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 。はい、なんとカムロードベースで横に出る、どーん、こんな感じです。幅広く出る。この車を見に来ました。はい、この車のお名前。はい、そうです。はい、こちらですね、 ASG、 この名前ですね。はい、こんな感じでございます。おこんな感じでございます。そしてこちら、はい、車両は、1090万2650円です。ほっほー。ベースはカムロードのディーゼルの肉、肉だよね、はい、肉ですね。こちらからちょっと車両本体が安めやね、はい、魚じゃないですね、はい、肉OK。 中身閉まるかな。サブバッテリーはリチウムなんでしょうか。書いてないね。書いてないね。はい、乗ってはりますが、今待ち合わせましょう。めっちゃ広いな。はい、じゃあこちらスライドのやつを入ってみたいと思います。だーん、手前に物入れと電子レンジ、そしてこちらにギャレーでございます。で、電気関係は全部こっち。おー、そしてここに収納があって、ここマルチルーム、おー、トイレ、おー、こんな感じですな。そしてこの部分が、ね、こんだけがスライドして出てる部分ですね。はい、だーん、広い。足元もこんな感じ。めっちゃ広いよね。ほー、で、上が収納。あ、ちっちゃいな。この部分で、座って、まこちゃん。はい、はい、おお、めっちゃ広い。広い。もうここがすごい広いよね。で、こっちに、あ、リビングいいですね。よいしょ。はっは、ここがやっぱりここが広いから。ははで、エアコンここにあって、こちら収納、そしてこちらにダーンとバンクベッド、十分の広さ。あ、テレビはこっち向いてる。あ、すごいな。あそこはな、あ、ハイジごっこができる。ははー。あー、広いわ、バンクベッドも。広いな、やっぱり。で、ちゃんとウォークスルー。いいねー。いいね、いいね。これは広いな。めっちゃ広いな。めっちゃ広い。いいやん。めっちゃ広い。いいやん。いいやん。いいやん。このだけ、これだけでだけ全然違うね。あ、全然違うねんな、ほんまに。めっちゃ広い。めっちゃ広いわ。はぁ、画期的。いいね、うん、どこで出すかって問題だけど、逆に、うん、縮こまってもこの辺までやる。そうそうそう。ほな、まあ、理想なレイアウトでは。そうそう、理想なレイアウトね、うん、人が一人通れるぐらいの隙間ができるわけやんか。そうそうそう。いいよ、めっちゃ広い。めっちゃ広い。いいや、閉じてもええやん。ああ。冷蔵庫。冷蔵庫ちっちゃい。
あなるほど、いいね、広いです。広いね、これは広い、これは広い、理想レイアウトや。ここにもテーブルがつくのかな。そんな感じ、そんな感じやね。でも閉まった中に入るから、うん、閉めるときはしとかなかん、下にしとかなかんね。そういうことやろね、きっと。閉まってもギリ人がこう通れるよ、きっと。ほら、うん、取れる取れる、この隙間やったら、この隙間やったら、うん、はっはー、こんだけ出るってすごいな。すごいね、広いな。うん、あ、ありがとう。そうです、はい、YouTuber です。失礼します。どれぐらい出ているかというと、こんだけ出ます。この幅がリビングの広さでございます。めっちゃ広い、こんな感じ。はい、あ、この部分ね。はい、でいいのあるから、バッテリーがこんなに積んだから安いんかな。安いよね、安いよね。サイドオーニングとテレビと、リュアラダーがついてるだけで1120万。で風呂は標準やから、ソーラーパネルも標準、うん。サブバッテリーは、サブバッテリー210アンペア。210はこれはリチウムなのか、あ、鉛なのか、ね、鉛なのか、違うね、そこやね、うん、多分鉛が分からない、この価格設定やったら。で、ベース車はカムロード。ただいま出荷停止、カムロード。こちらのサブバッテリーはリチウムですか？やっぱり鉛ですか？リチウムに近い。そうですね。210Wh ですね。鉛ですか？やっぱり鉛なんですね。ソーラーパネルは何ワットですか？180W。 ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃ広いですね。この拡張する車でしたら、はい、価格帯的には割と安いですね。広げてあるどうしても広く、はい、ね、広がってない車見てしまうんですけど、確かに広く感じるのは今ジルノーブルなんで、今ジルノーブル乗ってるんで、中入ったら広いなって思って、これは内装色とかは選べる、何も選べない、これはこのエースワンパッケージで、今後どうするか分からないです、はい、その例えばあのマット生地をちょっとこういうのを買ったりとか、そういったようなご希望がやっぱり多ければ、はい、あのそういった形で対応してくれる。なるほど。もう今回デビューなので、パッケージのそういういろんなこうカラーも選べますが、そこまでまだ検討できてない。電動で出てくるの？電動で出てくるんですね。そうです、ね。ちょっと引っ張れへん。人力無理は。一応トルマさんのボイラーヒーターですね。はい。FF としても使えるし、はい、温水シャワーとかも。ああ。温水シャワーとかは標準装備。ああ、この割れ値段安いね。この割れ値段安いね。トイレも水洗ついてます、ね、水洗、うん、これ納期はどれぐらい？納期は今は分からない。カムロード出来ないからね。出荷停止やから。ベース車の、はい、カムロードですよね。はい、今出荷停止ですよね。トヨタさんからの回答がない限り、はい、回答できない。もしベース車があのすんなり入るようになったとしたら、どれぐらいなんでしょう？あ、そうですか。あ、そんなもんですか。なるほど。ご回答いただければ、はい、割と年内になるか。おー、なるほど。そうなんや。ベース車次第なんで、どこの100品会社からも。ですよねー。カムロードもハイエースも止まりましたからね。痛手っていうか、はい、びっくりですね。ありがとうございます。ありがとうございます。いいな、いいな、いい、いい、なかなか良かったね。なかなか良かったね。カムロードベースだからね、
安いけどこれからお腹かかるからねカモのベースはあそこからお腹かかるからね。そう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 、私が乗ろうと思ったら藤川、藤川、そこもデュカトがあるじゃないか。はい、デュカト、ここはあれですね、輸入、あ、そうか、輸入の方ですね。あれやね、はい、横山さんと同じ車で、ローラーティーム、ローラーティームね。そしてこっちはハイマかな、ハイマ、ローラーティームって言ったらいくらかな、ちょっと値段見てくるわ。はい、1350万、ゼフィーロ、あ、ゼフィーロです、ゼフィーロ、はい、ゼフィーロ、こちらでございます、ローラーチームゼフィーロ、はい、1450万9000円デュカト。これも肉かい、 QAT 肉 FF 一緒やね。はい、あ、これ長いんや、これ長い、もう7メートルあるかないや、お前7メートルあるわ、ほら広いわさ、うん、ちょっとお邪魔いたします、はい、うわー、空ええわそらいいわさ、すごい、めっちゃいいやん、もう高級、高級マンションじゃん、高級マンションじゃん、高級マンション、やっぱり横に広いな。そしてでっかい冷蔵庫、これは言ってたやつです、野菜室、あの中古で見てたやつ、あ、電動プルダウンベッドです。あ、ほんま、電動とプルダウンベッド、はい、そして2つの、うわ、ベッド、いいね、うわ、いいね、いいね、はい、ちょっと似合うかしら似合ってます、ベッドの上で遊ばないでくださいすいませんすいません、いや、リアスピーカーもついてて、すごいね、すごいな、これはすごいな。はい、こちらマルチルームでございます、マルチルームです、はい、シャワールームと切り替えできる、切り替えかな、これあ、できひんねや、こうならへんやつや、なんかこう、ここにあれができるやつあるやん、あれはアドリアね、あ、そうか、違うんね、やっぱり高級感あるよね、高級感あるな、すごい高級感ある、何メーターあったらやっぱり余裕やね、余裕やね、これが降りてくるんね、ここがベッドがあるね、そうそう、でもここにベッドあったらもういらんやん、ベッド、ほんま、いらん、で、ここ、はい、ゆっくりできますね、はい、こんな感じでございます、いいですね、いいね、いいね、いいね、ほら、いいわ、広いな、小物入れな、あー、すっごい、もうインテリアがちゃいますわインテリアがちゃいますわ、まだカラーもシックでよろしいな、シックでよろしいな、ほんまに、あー、よろしいな、これがこれはよろしい、電動プルダウンベッドのレールですな、あ、そうね、はい、はい、よろしいな、はー、これはよろしいわ、これはいいわ、広いね、いいわ、広いね、そして荷物も余裕のうっちゃん、はい、はい、荷物も余裕のうっちゃん、ヒーロー、余裕のうっちゃんです、荷物も、はい、こんな感じでプルダウンベッドが降りるやね、はい、こんな感じでございます、はい、安いやん、もうや、デュカと見たら安なってきたやん、うまいな、1459万円50万1450万、ここにほか高くないよね、ほんまや、もうルカさんみたいな、思いのほうが、おー、いいね、かっこいいや、ね、ほんで、かっこいいよね、かっこいいな、ただ大きいね、やっぱりね、大きいね、長いね、長いね、7メーターやもんね、うん、フェリーも高いね、そうそう、いいね、細かく何も書いてあらへんね、あれ、電池がリチウムはどうこうとか、それ一切、あ、ここや、ここや、ここや、さっき取ったわ、ここや、ここや、さっき取ってたわ、さっき取った、何も書いてない、リチウムなんぼとかも、これはサブバッテリーはリチウム、標準が鉛が1つなので、はい、鉛だ、鉛1つなんです、はい、オプションでこう、はい、リチウムを400とか、はい、来るとかなんだ、はい、エアコンとかも、はい、オプションなんですね、エアコンもオプションなんですね、はい、
でこの1500万にはエアコンは入ってないんですね。こちらの下のこの金額が書いてあるんです、はい、これが含まれてるのはこの、はい、燃料タッ燃料タッか、はい、90のあとは右ハンドルになる。これはガスは、カセットガスのカセットガスね、はい、カセットガスカセットガスカセットガスですか、LP ガス。 FL ボイラーは、はい、燃料で。おお。カセットガスはキッチン。キッチンはカセットガスなんですね。はい、安心やね。おお。シャワー90万ね。そう。そうですね。かっこいいな。かっこいいよね。こちらペットドッグランがあるやん、ほら。はい、ドッグラン、ドッグイベントもありますね。ドッグイベントもあります。ドッグランもありまして、こちらペットコーナーでございます。あ、これ最後でいいや。はい、さっき暁見に行こう。オッケー。ペットコーナーもあります。あ、あれじゃないか、あかつき、あかつきじゃないけど、タビークス、タビークス、タビークス来ました。あかつき改めタビークスになってまいりました。なんといっても今回これはですね、ベース車がカムロードではなくてイスズ、はい、ビーカム、イスズビーカムでございます。そしてこのイスズビーカムはトラックですが、はい、アクティブアダプティブクルーズコントロール、そして電子パーキング、電子パーキングブレーキホールドがついております。はい、その分お値段が高いです。